そう、あやかしたちの記憶じゃ。長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。わあ、本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと、魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す、鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ、導きたまえ。本によると、今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白神に申す、鎮魂のため祝いたまえ、導きたまえ。かしこみかしこみ、かしこみも申す。裏くさい。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。